けるときは固めてるの。開けなかった方が良かったのかな。一回いいよ、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 いいよってすごい他人事かね。トゥトゥーン。そのメイクは終わりましたね。メイク終わって。いい感じ。感じですね。そんな今日はワンワンランド、そうゆいゆいさんのワンワンランドがあります。そうあるんですよ、ワンワンランドいやーすごいね、楽しみです。見てください。あと3時間半ぐらい、約3時間半ぐらいです。はい、見てください。そんな感じです。あ、そう、今日朝ね、そうリプ編をしました。でもそうそうしました、しました、しました、朝からしました。だからすごい多分突然だったと思う。うん、来たのリプ編来たの。あゆもどうしようかなって迷いながら、そうやった、結果やったけど、そうやるかやらないかすごい迷って、まあやっていいんじゃないかなと思って、そう久しぶりに、久しぶりだしやろうと思って、そうやってみたって感じ。朝から寝てる人もいそうだなと思いながらやりましたそうそうそう、もう、うん、そう寝てたらしょうがないって気持ちになりましたね。そうなんか、そう最近やってないねみたいなコメントが前にあって、そう やろう、あ、前って目に中開いた、そうなんかやろうと、なやろうと思って、そうやってないねってコメントがあったから思いました。そう、あー、まつげが入ってる目の中に、ちょっと撮ろうかな画面から外れないと。そうそうそう、それでやりました、朝。あ、取れたー、イエイ。なんかね、そうみんな思った以上にコメントしてくださって、でもそう前までは全然一人何個までとかも、まあ今も別に言ってはないけど、まあ一人一個を目安になるべく返してます。そう何個も送ってくださる方いるけど、そうなんか誰に返したかよく分かんなくなっちゃうから、そういは一人一個を目安にやってる、いつもリプ編は基本的に。そう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 、なのでぜひね、このショールーム見てる方ぜひね、そうこれからいつ、まあいつ来るか分かんないけど、リプ編は今分かんないんですけど、そうぜひあの、そうまたリプ編が来た時は1個でお願いしたいかな、うん、したいですね。でもうーん、でも何個でもまあ嬉しいんですけど、そうそうそう、そうそうそう、そんな感じですね。はい、なんか歌を歌うっていう、いや梅雨ですね、そんな感じで今日も今日も梅雨ですね、本当に。雨ね、ね、雨だとすごい湿気がやっぱすごくて、そう髪の毛が全然うまくいかない、晴れの日と違って、うん、いかないですね。行かないんですけど、まあ雨だからっていう理由をつけています。そう、あ、いつも雨の日で、そううまくいかない日はもう今日は雨だからしょうがないっていう理由をつけて
います。なんか公演の時とかも前髪がうまく決まらない時があるんですよ。そう、そういう時は雨の日なんですよ、基本的に決まんない日って。だからもう今日は雨だ、しょうがないと思っていつもそう我慢してます。愛ちゃん YouTube デビュー楽しみ、どういうこと？なんか何かでもこれ書かれたんだよね。なんかなんだろう、何だったんだろう、何だったっけな。なんか YouTube おめでとうみたいな、全然やってないけど、なんだろう。そう、これ気になった。なんかいつだったかな、今日かな、昨日かな、そう何かで来たの。そう、違う方かな、一緒の方かな、名前そう、全然。誰だったんだろう。全然 YouTube 始めるとか全然ないし、やってみたいけど全然ないし、ないので、そうだなってちょっと。誰かの YouTube に会えちゃうんだと、わかんない、わかんない、わかんない、全然わかんない。最近 YouTube あんま見てないんですよね。そう、なんだろう、まあいっか別に あんま気にしてないみたいな、まあいっか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 。ワンワンランドのための洋服なの？だって。いや全然普通に私服なんですけど、何がいいかなって迷って、今日寒いし、いやでも寒くも暑くもないから、そうなんかシースルーみたいな素材、そうのものを選びました。そう、全然ワンちゃんの絵とかそういうの全然描いてないんですけど、そう全然描いてないけど、いっかみたいな いっかみたいな感じで選びましたね。そうそう、そんな感じです。はい、そんな感じです。でも、まあ、でも青色、青、そう青が青色の子なんですよ。そうだからまあそこは青でした。青なのかな、これネイビーみたいな感じかな、なんだろう、なんだろう 何かわからない、ネイビーかな、これネイビーっぽいね。川田ひなさん知ってますか？知ってますよ、日向坂さんだよね。そう、なんか48グループもそうだけどさ、坂道さんと合わせて AKB48 のグループと合わせて、そのひなみたいな、春菜とかそういうこのね、この漢字使う方何人いるのか、ちょっと見てみたい なんかいっぱいいません？チーム B でもハータンがそうだよね。ん？そうだよね。あと、STU の岩田ひなちゃんとかもそうだし、小島春菜さんも春、ね、そうだよね。そう、なんか、何人いるんだろうって、この字の方は っていう、なんか、気になった、今、ふと。ね、気になりましたね。変なところで気になるって。ちょっと待って、画面の向き変えようかな。ちょっと画面の向き変えるね。こっちにカメラあって、こっちにコメントあるから、ちょっと変えますね。ちょっと待って、回りまーす。しょいしょいしょ。よいしょー、この方がいいね。コメントこっちにあって、全部こっちあるから。
愛ちゃんのワンちゃんはお預け何秒できるかな。ねえ、いやでも場所が変わるんですよ。いつもワンちゃんいるのは基本1階で、愛の部屋2階なので、そう場所が変わるから、そこでどうなるかだよね。青が、そうそう、いつもと一緒の場所だったら愛いつもすごい待たすんですよ。そうできるだけそう待てが、でそうできるようになってほしいからっていう気持ちも込めて、そう待たすから、どのくらいなんだろうね、わかんない。場所が違うとやっぱさ、愛はまだワンちゃんまだ本当うち、そう愛の家来てもまだ生まれてもそんな経ってない、10ヶ月かな、そう10ヶ月なので、そう全然経ってないからこそね、わかんないんですよね全然。そう前のワンちゃんだったらなんとなくはわかるけど、そう全然はわかんないや、そうそうわかんない、何秒できるんだろう。でもあゆがいつも渡すときは、あゆがなんかテーブルがあるんですけど、そこそう結構細長めの、そうご飯食べるとかじゃないんですけど、普通に物を置くテーブルがあって、細長めのそれをあゆが5周してからいつもあげるんですよそう歩いて5周してからあげるので、まあ結構待ってるとは思うね、そう思いますね。何秒なんだろうね。でもそれ1階だからな、リビングだからな、わかんないや、うん、わかりません。結果でも、はい、青には頑張っていただきたいなと思いますね。はい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 、ショールーム久しぶりに来れて号泣してるって泣いてくれてる、嬉しい。そう、その日の気分にもワンちゃんってすっごいよるからね。いや、よるのかな、どうなんだろう、わかんない。いや、ほんとはわかんないな、あゆ。まだ、待ってくれるかな。いや、でも、いつもあゆの時は待つんです、ちゃんと。そう、ちゃんと待って、お手してからいつもあげる。そう、っていうのが、そう、あゆは食べそうになったら、ちょっともうちょい長めにいつも待たすんですよ。そう意地悪でね、ご飯目の前に置いてすごいね、ちょっと時間を待たせるっていう、かわいそうだなって思いつつも、そう、いやでもできるね、待てできるようになった方が将来のためだと思って青の、そうだから、そうそう、まあでも10ヶ月っていうことを皆さん頭の中に入れておいていただければなって思いますね。そう10ヶ月とやっぱ5年とかだと、まあ、やっぱ違うじゃないですかすっごい話す違うので、まあそこだけね、はい、そう、そこだけお願いいたします。温かい目で、そう可愛いから、青ちゃん、青可愛いので温かい目で見てくださいはい、お願いします。もう可愛いので、もう何しても可愛いので、はいそう本当に可愛いからね、はい、まあ見てください、8時からどうなるかは今わからないので、はい、81日目おめでとうって、ほんとだ81日目だ。
見方、そう、色をね何かで変えないと見にくいんです。あ、これ見やすい？あ、もう、あ、まだあった、ほら、見やすい。81日目、なんか今日すごい画面見ながらやってるけど、メイクいつもと違う気がする。こんにちはだって、こんにちは。なぜか近いおうちゃん。 あ、待って、さっきの調べてきてくれてる、あの漢字のやつ、春菜とかひながつく人、 AKB だけ4人、あれ意外といなかった、意外といなかったね。あんまいなかった、思ったよりいなかった、なんかいっぱいいるイメージ強かったけど、そんなだったね。誰が多いんだろう、わかんないや、何が多いかは。4人か、あんま思ったよりだったね。はい、まあそんな感じで、そんな感じです。たたこがつくメンバー多そう。いなくない？こうつく人、えなこちゃん、なこちゃんぐらいしか今頭にないけど、こいる？いなくない？いる？でもなこちゃん、え、なこちゃん、いや、いない、え、いるのかな、いや、わかんないや。こはあんま最近見ない気がする。何が多いんだろうね。まあいっか、なんでも、なんでもいっか。苦戦強すぎて正座してショールーム見てなんて、うわその赤がね、あゆね、こうやるとこっから手が出てくるんです。そう、ここが本当は手の通しなのに、このボタン止めてさ、隙間できるじゃん、そっから手が出てくるの。そっから、そう、なんか普通にやると、そう、こうやってわーいってやると、そう、こっから出てくる。本当の入り、ね、入り口じゃないっていう。そうそう、これね、かわいい、かわいいよね。そう、でもこれ確か佐帆さんからの、そう、お下がりです。これあれでも来た、あの AKB 新聞さんの時かな、できましたね。そう、かわいい。そう、ここなんか、そう、なんかフル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 されてる、フルフルフリフリだ、フル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 じゃない、フリフリだ、フリフリがついてる。そう、でもこれ多分そもそも来たのかな、わかんないけど、なんかすっごい綺麗だった、すごい綺麗、全部綺麗なんですけど、違う違う、いい、間違えた間違えた、タグがついてた。すごい綺麗だって、タグがついてた、そうそうそう、だから来てたのかな、わかんないけど、かわいい、かわいい、かわいいです。
ぜかグッドマーク。もうちょいで暗くなっちゃうかな、電気つけないとかな、まだ平気かな。今電気つけたら結構明るくなるよね絶対ね。なんかもうピカピカになりそうピカピカになりそうだよね。なんかもうほんとピカピカになりそう。まだ早いよねさすがに。でもなんか雨降ってるから急に暗くなりそうほんとにね。そう、ここでもう後ろの光を遮っちゃってるから、そうカーテンで、もう前じゃないんですけど、まあ斜め前から結構入ってきてるぐらいだけど、からそう遅くっていう外、まあいいか、うん、まだ明るいし。そういうなんか最近すごいなんか夢を見るんですよ。そう寝ててすごい話変わっちゃったけど、そう寝ててすごい最近夢を見て、なんかその内容がいつもなんかよくわかんなくて本当にわかんない。なんか今日かな、今日だったっけ、昨日かな、いや多分今日だったと思うんですけど、なんか愛の夢に出てきたのはみんなではないんですけど、 AKB の何人かのメンバーが出てきて、そう多分でもみんないたと思うんですけど、愛の記憶にあるのは何人かしかなくて、そのみん、そう、その方たちでなんか中華屋さんに行った夢を見たあ、本当に意味がわからないの、なんでと思って。多分愛の頭の中じゃ、夢の中にいた方がゆきりんさんと、ゆきりんさんと萌香ちゃんと、そう矢作萌香ちゃんと、あと誰かいたかな、あ、ゆかるんさんとくるるんとかがいたのかな確か。そういて、で多分みんないたんですよ AKB のメンバーで。なんかそう、なんかそれで中華屋さんに入ってくところで目が覚めた。でも本当にわかんない、どういうことと思ってなんかメンバーもなんだろう、うん、なんか不思議なメンバーさんじゃないですか。いやみんな仲いいんですけど、なんだろう、なんかそんな集まることのない、そのなんだろう、そのね、そのこのメンバーで今言った5人で絶対になんか最近集まってご飯したとかでも特にないし、ないのに、そうなんか、そうそうそう出てきて、だから中華あんま好きじゃないのに、そう中華屋さんに行くっていう本当にわかんないそうそう、どういうことだろう本当に。そうでもなんか眠りが浅いって聞くよね夢見る人って。ワイもなんかそれは何かで聞いたんだよね。だから夢見てない方がちゃんと眠れてるっていう。なんか最近すごいそう夢を見る。あとなんか誰だったかちょっとか忘れちゃったけど、なんか誰かと会う夢も見た。そうそうそう、誰かと会う夢も見た。そう普通に、そうそう芸能のお仕事されてる方、うん、に会う夢を見たり、そうそうそう見ました。なんかもう本当にどうしたんだいみたいな、そうそう夢の、なんだろうね、なんかなんだろうね、なんだろうね何だろう、でもお家にいるから外に出てる夢を見るのかなって思った。でもそれでね、逆にお家にいるからこそなんか外に
行った夢ね、行ったよ、行った夢を見せてくれてるのかなと思った。うん、にしたかな。うん、そう、わかんないな、今よく自分の夢がよくわかりません想像わかんない。そんな感じだね。みんなどんな夢見るんですか、逆に。ね、でもあんま見ないけどな、うん。ああ、外に出たい願望、確かにそれもあるのかな。お出かけしたいなーってすごい思うこと多め。多いからそうなのかもしれないね。じゃあ、そういうことにしとこう。みんな何見るんだろう。なんか見たいものって見れなくないですか、逆に言うと。あんまり見たい夢が見れないっていうか、なんかそう、あ、こんな夢見れたらいいなって思ってても、それって見れないよね、意外と。何年前に見た夢で印象的で未だに覚えてるやつあるって。そう、夢何見ようかなって。なんか見てね。でも見ない方がいいよ絶対。そうね、ちゃんと深く寝てるってことだから、うん、見ない方がいいと思う。崖から落ちるとか多い。みんどうしたのなんかこれ調べてみたくなっちゃう。でもなんか悪かったら申し訳なくなっちゃう。一回あゆが調べて、あゆの中でしまっとこうかな気になっちゃう。でも見てる人多いんじゃない。どれだ、あ、そんな悪いことじゃない。そう、悩みが解決しないことをね意味する夢なんだって。本当かわかんないけど調べた、グーグル先生で。あー、夢見た、見てないだって。見た記憶もないくらい爆睡してるだって。何、昔から大きいボール追いかけられる夢かな。え、これも気になっちゃう。ちょっと気になるの調べちゃう人の夢を調べちゃうっていう。あ、見てる人いるんだ現実逃避願望だってうん、どうしたのみんな、みんなみんな行きたいところにたどり着かない夢をよく見る。なんだろうこれ、これみんなの調べちゃうみんなの調べちゃうわ、うん、みんななんか見てるんだね。なんか一緒のやつ見るんだね、やっぱり。あなたが現状置かれている状況などを意味してますだって。だって。階段から落ちる夢、なんか現実的だね階段から、あ、でもみんな、え、みんな見るんだ。
階段の夢って何？階段の夢って書いてるよ。種類の夢に。ん？これじゃないのかな。あ、違う違う、全然違った。違った違った。ん？階段降りる夢？あった。ショックがあるんだって、これは。でも合ってるのかなこれね、わかんないけど合ってるか調べても。まあそんな感じですね。そう、でもほんと最近久々に見たって感じ、今。そう、でもほんとここの1週間で、いや1週間じゃないか、あ、でも平日だけで2、3回多分見てると思う。半分か、半分近く見てる、1週間のうち。うん、そう、もうなんか夢見ずに普通に寝たいんですよ。なんかさ、疲れる夢ありません？いい夢もあるけど、なんかいいのはすごい幸せになれるけど、起きて。だけどなんか疲れる夢もあるから、それなら全然もう見ない方がね、楽だなって思う。全然ね。待って、そろそろ電気つけようかな。部屋の電気つけた方がいいかな。ここのライトでいいかな。ライトでいいか。ちょっと歩かなきゃいけないから。すごい歩くの嫌な人みたいになってる。ここでいいのかな。なんか待って、明るかった、明るすぎたら消すね。明るいね、なんか。明るいね。あ、やめとく。なんかまだ眩しいや、自分で眩しいからやめとく。結果自分が眩しいからやめちゃうっていう。こっちの方がいいね。すごい眩しかった。眩しい。眩しかった。あ、笑ってる、よかった。, 笑ってもらえてよかったです。あ、眩しかった、本当に本当に眩しい。びっくりよ、びっくり。笑ってる、笑ってる、笑ってる。今何分から始めたっけ。35分か、今で35分経ってるか。さあ、ここからね。そう、肌がね、白くなるんですよ。そう、3種類、3段階、いろんな光が。待って、暗くなる前にちょっと写真撮っとくね。すごい、ショールームやりながら何でもするっていう。なんかやってほしいこと今あったら全然書いちゃっていいよ、コメントに。うん、なんか今からこれやってほしいみたいな、さっきの夢調べてほしいとかでも全然何でもいい、ね、何でもいいよ。書いてね、書いてね。書いてねっていう。恥ずかしい、はい、写真撮るの恥ずかしいんですよ。そう、シュール、本当にシュール。これ一人で配信してるから、そう、愛が喋んないと喋らないから、誰も。そう、当たり前なんですけど、なんか今日顔違うんだよな。なんだろう、なんでだろう、なんか違うんだよね。え、なんだろう、メイク変え、違うからかな。なんか後で撮ろう、やっぱりなんかメイクが違う気がするから後にします。はい、そんな感じ、そんな感じです。そう、今日ね、ツイッターに投稿しようかなっていつもほんと迷ってる。なんか、そう、何の言葉をつけていいかもあんまわかんない。ツイッターって難しいよね。なんかブログではないし、なんでもないから、なんかもうほんとなんでもみたいな感じだからこそ迷う。そう、迷うんですよね。まあいいか、なんでもね。そうそう、
乗せちゃう。そう、何でも気にせず乗せちゃう、いつも。皿回しに挑戦してくださいだって。いやー、ないよー、その道具が。皿回しの道具がない。ぶりっ子ポーズと萌えセリフはやりません。バイバーイ。萌えセリフとぶりっ子ポーズはバイバーイ。バイバーイっていう。いや、ほんと多分、ほんとに番組でやれって言われない限りやんないな、ほんとに。罰ゲームとか以外、あとは。でも罰ゲームで多いじゃないですか、名台詞って。そう、だから罰ゲームがない限りやんないかな。やりません。やりませんっていう。はい、やらないですね。そう、なんか本当になんかね、だって普通に生きてきてさ、燃えゼリューなんて言わなかったし、今まで BKB 入ってからだよ、言ったの。 本当に普通に来たら全然なんか言うことがないじゃないですか。そもそも萌え台詞言ってなんて言われないじゃないですか、友達から。 そう、だから言うことがなかったからね。そうないからな、全然。だから萌え KB 入ってびっくりしたもん。萌え台詞ってなんだってまず最初なって。そう、あゆ最初いつだったっけ、ドラフト候補生の頃か。そう、アンドラっていうアンダレさんのなんかドラフトバージョンを、そう、あって、本当になんか、なんか なんだっけ、あれ、猫耳つけたのかな。もう本当に猫耳つけるのも夢の国とか、そういう、なんだろう、遊園地でしかないから、そう、夢の国かユニバとかでしかないから、これは何だと思って。 そう、もうそこで何だと思って。そう、もう今もよ、そうそう、何だっても慣れないだろうね。ねえ、誰が考えたんだろう、本当に。誰が考えたんだろう、本当にね。って感じです、本当に。でも今までのなんか、でも、いや、でも、きみだれさんが一番すごかったな。だって。 いやー、だってあんな、なんかね、幼稚園のお洋服、幼稚園のお洋服着たなんてもう幼稚園ぶりだし、メイドのお洋服なんて初めて着たし、入ってすごかったよね。改めて考えてみると、いや、すごいね。 すごいよ、すごい、本当に。なって思います、本当に。本当にすごいなって思う、本当に。すごい、すごい、本当にすごい。 いや、すごいな、なんかすごいなって余韻に浸ってる今。そう、いや、すごいね、本当に。すごい、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 本当に。
そう、あれ今度やろうかな、ショールームで、ショールームでじゃない、握手会が再開した時がもしあったら、みんなに無茶ぶりで振ってみようかな。ああいうのもなかったなら全然無茶ぶりにも耐えてくれそう。いつも来てくださる方にやっていくね、徐々に。にしよう しようっていう、無茶ぶりをね、やっていきたいと思います。でも忘れてそう、もうなんか今言ってもすごい忘れちゃうから、すぐに。忘れそう。なんかでもその場でできるものだから、言う言葉しかできないけどね。そう、いや本当なんか、一回やってみた方がいい 一回やった方がいいよ おすすめする。無茶ぶりで、もし今後握手会が再開した時があったら、無茶ぶり来る可能性が皆さんございますので、養子の皆さん気をつけてください 気をつけてくださいっていう、気をつけてね。スナイちゃんとお話ししたいなーだって。でも結構ほんとこんな感じですね、きっと。こんな感じ、怖いなーだって ファンに変顔お願いするとか。そんな感じかな。でもいいね、あんまり、なんだろう、自分なんか、そう、あんま笑わないかもしれない 結構なんか多分休止目に見ちゃうことを、緩めにでも見ますね、自分から、あゆから振った時は。厳しめに行きます。みんなお楽しみに お楽しみにじゃないよね、全然。なんだろう、なんか面白いことやるねみたいな言われて、そう、面白いことやるから見ててみたいな言われちゃうと、結構厳しめな目で見ちゃう。そう、普段は全然ほんとこんな感じだけど、そう、やるねって言われたらスイッチが入る そうなの。厳しくお願いしますって まあみんな楽しみだね、来も楽しみ 楽しみだね、楽しもう みんな楽しみじゃないよね、絶対もう恐怖よ、絶対。だって何来るか分かんないもんね、みんなは。愛は適当に頭に思い浮かんだことを、そう、お願いするかもしれないけど、みんな何来るか分かんないから、いや、パニックよね、ちょっと。受けてたとうだって。あいちゃんが行くの怖いなって そんなそんな、でも今日初めましての方は大丈夫だよ、そんなね、言えない、初めましての方にいきなり変顔やってとか、前セリフ言ってとかは言えないから大丈夫、いっぱい来てね、来てだんだんこうね、言っても大丈夫かなって時になったら言うね 言います。ファンにウィンクをしてもらう、確かにこれもいいかも、いいかも これでも握手会で結構ある、全国握手会である、あゆの握手会は、あゆのファンの方は、あゆちゃんはそんなことは絶対にやらないってきっと分かってるから最初にあゆちゃんはやんないなって多分分かってるから言わないけど、そう、全国握手会だといいから、これも言おうかな あゆのね、あゆのネタの中にちょっと入れときます。
いいね、みんな。いい感じ、いい感じ。楽しみ、本当に。あゆが楽しみになってきた。どんどん、多分みんなよりもあゆの方が多分楽しみ、今。すごい。すごい、本当にあゆの方が楽しみ。だって、無茶ぶり振ることなんてないもん、そんなあゆ。うん。ないから。あともうちょっと1時間あともうちょっとね、10分ぐらいで1時間。早いね、早い早い。さあ、ここからは何をやりましょうかね。いや、すごい今カラオケをやろうかとずっと迷ってる。そう、でもいや、でもこないだやったなって思って今ずっと待ってる。あ、ずっと待ってるじゃない、迷ってる。2日前にやったのか、水曜日にやったよね。そう、どうしようって今言ってますね。そう、なんかやりますって言ってもすごい迷っちゃうから、そう迷っちゃう。で、そうでね、いつお話できるかわかんないけど、何も楽しみです、本当にね。え、わかんないよね。あ、バイト頑張ってきてください。バイトあるか行ってくるね。頑張ってね。ファイト。何がいいかな、カラオケ何かあるかな。みんな何かいいと思う？いつもみんなに聞いちゃう。全部歌ってないけど聞いても、何がいいんだろう。あー、タラ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 タタ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 。何がいいんだろう。うーん、あいちゃんの好きな曲で、だってあいちゃんでも最近何歌ってないっけ。なんか歌ってない曲なんだろう。アボカドじゃねえし、覚えてるかな。ああいうカフェイベントぶりなんですよね。覚えてるかな。アボカドじゃねえしにしてみようかな。覚えてるかな、本当わかんない、覚えてるかが。そう、カフェイベントでやったっきり。あ、うるさかった。いちごバナナ。ちゃんバージョンできた。りのちゃん、りのちゃんはあれ、それってま似てないんですよ、ほんと似てないから申し訳ない。りのちゃんさん、それでも好きだよってあるのかな。ありそう。
も好き、あったな、あれだよね、それでも好きだよ、あれ握手会なんかイベントで歌った。そう、なんかそう、ちょうど221に分かれて、そう、ドラフトで。でも笑っちゃうから自分。そろそろおしまいにしようかなね。1時間ぐらいになるから、そろそろおしまいにしたいと思いまーす。すごいな、カクカクになってきた動き。誰だ。はい、じゃあランキング発表をしたいと思います。13位スライムさん、ありがとうございます。12位かずきくん、ありがとうございます。11位ピルロさん、ありがとうございます。10位カナリアさん、ありがとうございます。9位チーフさん、ありがとうございます。8位春風亭三丁さん、ありがとうございます。7位 YK さん、ありがとうございます。6位ネモさん、ありがとうございます。5位ピカルン、ありがとうございます。4位マエさん、ありがとうございます。3位サンマさん、ありがとうございます。2位カモンさん、ありがとうございます。1位アーちゃん、ありがとうございます。見てくださった皆さんもありがとうございました。このあと20時からのワンワンランド見てください。はい、ではでは、今日も81日目もありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。